ジェームズ・ C ・コリンズ3世、またはジム・コリンズは企業の持続可能性と成長を扱うアメリカのビジネスコンサルタント、作家、講師である。コリンズはスタンフォード大学で数理科学の学士号を取得した後、同大学にて経営学習士号を取得。その後は18ヶ月にわたってマッキンゼアンド・カンパニー社でコンサルタントを務め、ついで、 旧ューレッドパッカード社のプロダクトマネージャーとして働いた。コリンズは研究と教育の仕事をスタンフォード大学経営大学院の学部にて、はめ、1992年にはそこで最優秀教員賞を受賞した。1995年、コリンズはコロラド州ボルダーにマネジメント研究所を設立し、現在はそこで企業と、 社会セクターの幹部らに研究と教育を指導している。その間、コリンズは CNN インターナショナルの上級執行役員を務め、またジョンズ・ホプキンス大学医学部、ガールスカウトアメリカ連盟、ザ・リーダーシップ・ネットワーク・オブ・チャーチズ、ザ・アメリカン・アソシエーション・オブ・ k -12 スクール、スーパー・インテンデンツ、アメリカ海兵隊といった社会セクター組織で働いた。 コリンズの配偶者であるジョアン・アーンストは1985年のアイアンマン世界選手権大会の優勝者である。コリンズは彼の研究に基づく6冊の本の著者あるいは強著者である。その中には古典となったビジョナリーカンパニー時代を超える生存の原則もあり、この本はビジネスウィーク誌のベストセラーリストに6年以上止まり、25の言語に翻訳された。また、 ビジョナリーカンパニーに飛躍の法則は、ニューヨークタイムズ誌、ウォールストリートジャーナル誌、ビジネスウィーク誌のベストセラーリストに長期にわたって止まり、ハードカバー版の販売は250万部を上回り、32の言語に翻訳された。コリンズはしばしば、ハーバードビジネスレビュー誌、ビジネスウィーク誌、フォーチュン誌その他の出版物に寄稿している。コリンズはしばしば著作の中で、 第五水準の指導者について議論している。これは彼の著作の中で説明されているリーダーシップ特性の5段階において頂点にある指導者である。第五水準の指導者は個人としての謙虚さと職業人としての意志の強さという矛盾した組み合わせを有する。コリンズは強大な企業がどのように衰退するかを次の5段階の枠組みで示し、 これを衰退の5段階と呼んでいる。成功から生まれる傲慢企業の人々が傲慢になり、当初の成功をもたらした基礎的な要因を見失う。深い理解と見識が失われ、成功は当然のものとする見方へ置き換わる。規律なき拡大路線規律ある、創造性から逸脱する。偉大な実績を上げられない分野に規律なき形で進出するか。 卓越性を維持しながら達成することができないペースで成長するか、これらの両方を同時に行う。リスクと問題の否認企業の内部では、警戒信号が積み重なってくるが、外見的には、業績が十分に力強いことから、企業は問題を否認する。指導者は、悪いデータを小さく見せ、良いデータを強調し、曖昧なデータはよく解釈する。 上に立つ者は交代の原因として外部要因を指摘するようになり自分で責任を引き受けようとしなくなる。一発逆転策の追求問題とリスクテイクの失敗が積み重なって表面化し企業の急激な衰退が誰の目にも明らかになる。指導者は一発逆転策にすがろうとする。一発逆転策とはビジョンを掲げるカリスマ的指導者の登用大胆だが 実績のない戦略、抜本的な変革などの様々な特効薬である。屈服と、凡庸な企業への転落か消滅拒否を投じた、再建策が、いずれも失敗に終わったことから、財務力が衰え、士気が低下して、経営者は偉大な将来を築く望みを全て放棄する。企業は、身売りされるか、衰退して凡庸な企業になるか、消滅する。コリンズは、 企業が第一段階に入ったからといってそのまま第五段階へ進むわけではないとしている。また第四段階に入った企業でも一発逆転策にすがるサイクルから抜け出し再建を進められる資源が残っていれば復活は可能であるとしている。コリンズは祖父であり彼の名前の由来にもなったジミー・コリンズによって書かれた自伝テストパイロットを再出版した。 ジミー・コリンズは1930年代にグラマン社のチーフテストパイロットを務めており、1938年に公開されたこの書籍の映画版テストパイロットではクラーク・ゲーブルが彼を演じた。ジミー・コリンズは F3 服用機のテストにおけるクラッシュで死去した。この事故の前、彼は死を予見し、それを説明していた。ありがとうございます。